深刻な容体です。昏睡状態からいつ覚めるかも分かりません。たとえ目を覚ましたとしても、ある種の障害が残ることは覚悟してください。くそ、試合前からなのか。なぜ一言も言わずに試合をやったんだ。俺だって言わない。同情されるのは剣闘家の誇りが許さない。そして何より、自分を削った相手が親友だとしたら、口が裂けても言わない。あの時からなんだろう、貴様が黙っていたという事実が俺に気づかせた。ずっと一人で戦ってやがったんだ。なんてすげえ剣闘家なんだ。心の底から尊敬するぜ。もう貴様と戦うことはないんだな。俺は寂しいよ。ゆっくり休め。心ゆくまで眠っていいんだ。目が覚めた時、心残りなんぞ何一つなくなってるよ。貴様の無念はこの俺が。